ゃあ、はい、神楽目のお題は、はい、最近最新で捨てたもの。あ、むずすぎる。やべ。やべやべやべ。それは、はい、普段からよく使いますか。はい。それは、はい、軽いですか。はい。ありそうだけどな、ちょっと。え、もう分かりそうだけどね。え、ほんと。え、じゃあそこ、じゃあ私に。いやいやいや、それは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 純音使えますよ、私は。はい。それは白いですか。いや、部分的にそう。え、はい、部分的にそうでちょっと違ったな。え、はい、それは、はい、普通のご家庭にもありますか。あります。一般的にあるかな。はい。それは、はい、春と秋大活躍ですか。いえ、外れた。じゃあ違うわ。うわうわうわティッシュじゃないの。え、それは、はい、それは、うんうん、毎日使いますか。はい。これは、はい、結構高価なものですか。うん、いいえ。よし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 。まあなんとなく、なんとなく。顔につけますか。いいえ。あ、でも特大ヒントあげるなら、ロベルさんならつけてそう。え、俺ならつけてそう。あ、ごめん、余計なこと言ったかも。でもなんかつけてそう。え、え、え、なんだ。私はつけないけど、メアさんつけなくて俺がつけるものってなんだ、うん、それは、はい、まとめ売りをよくされますか。いいえ。わかりません。なんだこれ、わかんない。なんだあー、全部外れちゃった。あー、わかんない。特大ヒントあげたのに。それは、はい、液体ですか。いいえ。はい、終わった。待って、終わった。ガチで終わった。あかんね。なんだこれ。はい、じゃあ答え。ウェットティッシュです。え、なに。私が配信中にさっき捨てたのは、はい、今日履いてたパンツ。バカじゃないの、マジで。お前さ、お前え、今ノーパン。実は新しいパンツ置いてて、うん、で、配信つけて、あ、そういえばパンツ買いたかったんだと思って、パンツ買えてたで、古かったから、うん、古かった捨てたの、うん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 、そうで、白いのが部分的にそうなのは、うん、ちょうど、うん、今日ね、白い水玉のパンツで白入ってたから、うん、そう。ちょっと待って。何？俺は顔につけない。俺はパンツを顔につけない。だったらつけてるんじゃないかなみたいな言い方してたじゃん。つけない。むずいって。えぐいむずいやん。でも結構コメントでは。言ってた？パンツって、そう。マジかよ。そう、わかる。あ、すごい、みんなわかるじゃんと思って。え、皆さんも私は顔につけてそうって言うんですか。え、でも、だからロベルさんが顔につけてそうって言った瞬間、はい、ほなパンツやなって言ってる人いっぱいいた。やっぱ、え、やっぱみんなそう思うよねと思って。俺のことなんやと思ってんのかな。だから別に的は得てます、うん。逆に俺が寄り添っていくか、それに。わかりました。これからパンツを顔につけます、私は。な、幽谷ロベル像に寄り添ってください、みんなの。そうですね、私は寄り添っていこうと思いました。どうだったの。ってことは